はいみなさんこんにちはこんばんは。ここもチャンネルのショーが今日は IMF 理事発言第3次世界大戦が起きるので覚悟せよをお送りいたします。よろしくお願いいたします。まあこれは本当重要なですね。まあ情報ニュースなんですけれども IMF、まあ、国際通貨基金ですよね。まあ世界の金融を監視したりですね。まああの流動性が ちゃんと行われるようにね、調整したりとかいう機関なんですけども、世界的な機関ですよね。そこのセンブジで、クリスタリナ・ゲオル・ギエーバっていう方がいらっしゃるんですよ。女性の方ですね。かなり、あの、しっかりした方で、まあ、あの、バリバリに仕事をしてる方ですよ。この方は。で、その方が、まあ、記者会見を開いてですね、世界は差し迫った状況にあるというふうな、まあ、文言で切り出したんですよ。 で、何を言ったかというと、世界は差し迫っていると、第三次世界大戦の勃発が始まると、勃発するんだと、何十億人もの死者を出すことを覚悟する必要がある。と、はっきりと話したんですよ。第三次世界大戦が勃発して、何十億人もの死者を出すことを、あなた方覚悟しなさいよ。準備しなさい。 心の準備をしておくのよと言ったんですよ。これはね、二日前なんですけど、いや、衝撃走りましたよ。いや、もうヨーロッパではこのニュースはブワー流れてますよ。まあ、このニュース知らないイギリス人もまあ、いるんでしょうね。まあ、あの、普通のテレビばっかり見てるとね、日本と同じようにアホみたいなお笑い番組みたいなのとかね、もうそんなのばっかりやってるんで、あの、そういうの見てる人は、 知らないかもしれないですけども <laughs>、あの、ちゃんときちんと情報を得てる人は知っています。いや、本当なのかということになっていますね、これはね。まあ、このですね、国際通貨基金 IMF のクリスタリナさんが、まあ、発言したことによって衝撃が世界中走っています。で、まあ、いろいろ説明した内容をですね、今、まあ、あの、ポイントだけを説明しますけど、彼女の発言として第三次世界大戦が起きると。で、 その心構えも重要だけれども、いろいろなものを準備しておくべきだというんですね。まあ経済的な面もそうですよね。で、各国に対してこれは言っているんですよ。で、個人に対しても言っているということですよね。で、今どういう状況にあるかというと、我々人類は考えられない想像を絶する事態に備える必要があるんだという発言をしたんです。想像を絶することが起きると言っているんですよね。 で、これ、どんなことが起きるかっていうとですね、あの、たいどこで発言したかっていうと、あの、ドバイで開催された CNBC っていう、まあ、あの、世界の政府サミットがあって、まあ、インターネットでパネルコメントとして参加したんですよ。で、まあ、トルコとシリアの問題とかあるじゃないですか、地震でね、あの、たくさんのことがなくなって、で、それについての意見とかも、まあ、それを、まあ、言ったり、まあ、支援ができる。 これぐらいできるよという話をしたりとか、まあ、そんな話の中でですね、あの困難な年になっているけれども、さらなる困難、新しい困難があるんだと。これから我々は想像を絶するね、トルコの地震、シリアの地震を超えた 困難に立ち向かわなければいけないという切り替わった話になったんですよ。でみんなが、え、なんだそれあれ以上も困難があるのかどうなってるんだっていうふうに耳を傾けていたら、彼女がいきなりですね、第3次世界大戦が勃発すると。で、第3次世界大戦が始まるので、我々は覚悟しなければいけないと。さらに、数十億人の命が奪われるんだと。それによってねで。その覚悟をしなければいけない。国の覚悟、国民の覚悟、 全人類が覚悟していかないといけない。非常に困難な我々は位置にいるんだと。2023年世界的な成長は鈍化していく。転換点になると。その転換点というのは第三次世界大戦が勃発してしまうからだとはっきり言ったんです。はっきりですよ。これって個人的な意見は言っちゃいけない場なんですよ。だから IMF が何らかの情報をはっきり掴んでるということです。 だからもうやるんだと。IMF には報告する義務があるんですよ。国がね、アメリカとか、まあ、あの、イギリス、ヨーロッパ、フランスなんかもそうですけれども、ドイツとか。これから何かをするんで、あの、まあ、事前報告みたいのをあげたんでしょう。で、それを、まあ、目を通して、うん、始まるなということですよね。判断としては。必ず始まると。だこれはもう警告と同時に宣言なんですよ。 第三次世界大戦が始まりますよあなた方。覚悟はいいですか数十億人が死にます。と、はっきりと言ったんですよ。これは日本のニュースでは流れてないと思いますね。もうつい最近の話だし、衝撃的な内容で、まあ、裏付けとか、あの、各報道番組が取れないでしょうこれ。パネルを通した、あの、インターネットの意見なので、もう裏付けも何もないと思うんですけど、 まあ,あの、あの、断言して言いますけど、これ、ちゃんとしたニュースでヨーロッパでは流れています。今、現在ですね。で、皆さん、えってなってます。本当なのかどうなのか。でも、みんなそう思ってきているので、これはさらなる準備が必要だというふうに、多くの人が捉えています。これはね、重大なことであって、もう決定事項なんですよ、だからね。じゃあ、前々から言ってるように、2023年、でも私の持ってる情報でも、 まあ第3に世界大戦勃発しますよと何回も何回も繰り返しお話ししてますけれども、いやあ、今年はないよとか、まあもうあのロシア、ウクライナは終わるんだよ、戦争終わるんだよ、何言ってるんですかっていう意見をたくさんいただいています。だから、ボケてるんですよ。皆さん、本当にちゃんとした情報を得ていない、想像、 多分こうだろうとか、私はこう思うとかいう。もう狭い狭い視野の中で判断して、いや、こういう風うになるんじゃないか。いや、こうですよって言ってるんですよね。違うんですよ。世界は。本当に。あの、ちゃんとだからね、ちゃんとした情報を得て、こうやって、こう、あの、IMF のね、あの、こ理事長がね、いい加減な発言なんかしたら大変なことになるんですよ。世界経済混乱するじゃないですか。じゃなくて、もう、ちゃんとはっきりと言っているので、 これはなるということですね。これはね。要するに、まあ、あの、彼女が言っているんですが、まあ、あの、コロナですね、コビットと戦争。これは私たちが、今まで住んでいた世界とは違う異質なことが、異常なことが起きているんだと。そして、トルコ、シリアの地震。何を私たちに教えてくれているのかを考えるべきだ。と言うんですよ。 こんなにこんなのことばっかりが起きて、あなたたちは一体この先何が起きると思っているんですかと言ってます。私たちはみんなね、ショックをうまく処理できるように、より機敏に、あらゆるレベルで考えや思考をね、構築していく方向性、考え方、それをちゃんと整えて、今までとは違う視点で考えていかなければいけませんと、 彼女は付け加えてて言っているんですよ要するに今までの過去の考え方とか過去の経験は役に立ちませんよということです。もっと想像しなさいと。もっとこれから何が起,こり起きるか。私の言ってることに耳傾けなさいと言ってるんですよ。だ狭い視野で、いや、まさかそんなこと起きないだろうとか、いや、まさか、まさか、まさかってみんな思ってると、彼女は言ってるんですよ。あなたたちのまさか、もうそんなのは通用しないんだと。 第三次世界大戦が起きるんだと言ってるんですよ、はっきり。数十億人が死ぬんですよ、と。覚悟できてますかその準備はいいんですかと言っています。起きます。はっきり言って。起きるんですよ。勃発ですよ。だからこれはね、あの、もう、とんでもないことになる。2023年。 まあ前々からね、2023年試練が、大試練が次々と襲いかかってきますよというお話をしてるんですけれども、いやーもう本当にろくな年ではないですよね。もうどんどん押し寄せてくる。で、その中の一つに第3次世界大戦勃発。だ勃発なんでね、あの戦争っていうのは長いんですよ。だからこれからあの、まだまだ。だから勃発してね、まあ2年は絶対終わんないですから、まあ、今年、 あの今すぐ勃発しないですよえ。多分ね、夏から冬にかけてのどこかになりますね。で、あの、まあ、イラン、イスラエルあたりじゃないかなと思うんですよね。あそこら辺から始まっちゃうんですよね。で、まあ、勃発するじゃないですか。そしたら、2023年の、例えば9月に始まったとして、2024年の9月、2025年の9月、丸2年、あの、猛烈な争いですよ。 そこから、2年間ね、今年の9月あたりから始まると思いますよ。だこれはね、本当にね、あの、生き残れるかどうかの瀬戸際ですよ、本当に。だからこれは、あの、心してね、準備して、ちゃんと気持ち落ち着けて、冷静になって情報をキャッチして、冷静になって行動していかないと、まあ、た彼女が言っているね、数十億人に入っちゃうんですよ、本当に。 なんか日本の国は大丈夫だとかね。いや日本はまさか憲法で守られてるとかね。なんかそんなね、頭トンチンカンなのかと思いますよね。トンチンカン久しぶり使いましたけど。<laughs> いや本当に。いや、もう憲法も何もな、い戦争ですよ。憲法も何もないんですよ。そんなの。憲法があるから安全だとか言ってる。もう本当トンチンカン本当に。だからね、 なんだろうな。ボケちゃってんですよね。平和ボケなんでしょう、きっと。そうじゃないんですよ。とんでもないことが起きるんですよ。本当にね。うん、だからまあ、視野が狭いとそんなものなのかな。だけど、あの、トルコの地震もね、あの、人工地震だって最初に言って、いや、あなた人工地震ないって言ったじゃないですかって、食ってかかる人がいっぱい出たんですけど、いや、そんなこと言ってないですよあの。人工地震がないなんて一言も言ってないですよ。いや、あの、だから日本で起きるプレート型の地震をね、 300年前に起きた富士山の噴火と、宝永大地震っていう300年前に起きた地震、人工地震のわけないじゃないですか。300年前なんですから。だから大きい、あの、プレート型の自然型の地震と、まあ、人工地震と、あるんですよ。だから大きい地震が全部人工地震だとか言ってるのはおかしいですよって言ってるんですよ。わかりますあと原子爆弾とか水爆でね、爆発させて地震を起こしたんだとか言ってる。 人をータリンな人ね。もう、そんなことしたらね、放射能が出ちゃってね、分かっちゃうんですよ、検知されて。で、一発じゃね、あんな大きい地震起きないんですよ。だからそうじゃなくて、何回も言いますけど、地震を起こせるね、衛星っていうのがあって、もうそれをアメリカも、ロシアも、あの、イランあたりも持ってて、中国もあるんですよね。あの、要するにそこからね、あの放射するんですよ。謎の、まあ、電磁波 X みたいのをね。 そうすると、放射したところで、自然に地震がもともと起きやすいところに放射すれば、そこであの地震が始まって起こせるってことです。言ってると分かりますかね。もともとだから地震が起きるあの、まあ、素材っていうかね、そのまあ、土台があるんですよ、そこに。まあ、トルコってそうなんですよ。あのトルコって大きい地震が、まあ、そんな頻繁には起きないけど、歴史上あるんですよ。 だから、あの、攻撃すれば、そこに刺激を与えて地震が起こせるということなんですよね。日本なんか簡単にやられちゃいますよ、地震ばっかりなんでね。日本は地震を起こすの簡単ですよ、上からね。だからそういう兵器はあるということですね。それが使われたんじゃないかということなんですけど、トルコはね。だってトルコってアメリカに歯向かって、あの、欧米に歯向かって、もう、ね、あの、戦う、そのロシア側にね、<laughs> 使おうって、 いや本当にそういう矢先にやられてるから、これはやっぱりやられたんだと思うんですよね。で、あの、崖のね、あの、映像、この間の動画でアップしましたけど、あれを見て、あれ自然の地震じゃないですか。いや、そうじゃなくて。だから、宇宙からそういう放射線で、あの、攻撃して地震を起こせるんですよ。自然の地震を起こせるんですよ。早めにとか、まあ人工的にっていう感じですよね。 だそれが起きたということですね。本当にね。人工地震ですよね。だからね。まあだから自然の力を利用したってことですね。まあ、その技術はもうあるんですよ、ちゃんと。でもそういう人工地震はありますよ。だから水爆とかね、原爆とか、今更ね、そんなもの爆発させたらだ、どこの国だってわかるでしょ、だって。そんな、何発もね、あの地震のために、地震を起こすために爆発させたらね。らそんな幼稚なことをするわけないじゃないですか。すぐわかってしまうから。 それはないっていうことですね。誰にも分からないようにやっているんですよ。本当にね。だからまあまあ、まあでもトルコ側もね、あのー、やっぱロシアがついてるので、この地震怪しいぞっていうことになってます、今ね。だからこれはどっかの国にやられたんじゃないかまあ、気象兵器ですよね、一種のね。まあ、そういう地震兵器でやられたんじゃないかという話は出ているんですよね。まあ、確証がないですからね。だけどね、それね。うん。まあ、だけどまあ、そういう話はなっているということですね。 まあそれよりも何よりもね、まあ第三次世界大戦の方が大変です。もう日本巻き込まれるんでね。だから前線基地として、まあ、ロシアと敵対することになります。イギリスとかヨーロッパとアメリカと同盟組んでるんでね。まあだから軍事同盟組んでるわけですよね。だからどうしたってロシアと戦わなきゃいけないんですよね。戦場になるわけですよ。やがて。まああの、今年いきなりはなんないと思いますよ、まだね。あの、イスラエルとイランでしょう。戦場は。まず勃発はね。 でその後、じわじわと、あの、北海道の方からね、戦場化していきますよね。厳しいですよ、本当に。うん、だから必ずそうなるんですよ。なるんですよ。だからその心構えできてるかというふうにね、この IMF の専務理事は言っているんですね。まあ、怖い発言ですが、まあ、誰かが言わなきゃいけないということで、この方が思い切ってね、発言したということですね。 ということで、今日はですね、IMF、国際通貨基金、クリスタリナ・ゲオルギエバさんの、まあこの方専務理事なんですけども、もう上の立場ですよ、ものすごく。世界は差し迫った第三次世界大戦の勃発により、何十億人もの死者を出すことになる。その覚悟があるのか、覚悟する必要があります。という警告を発した。という、 内容をお届けしましまたチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。